ライドごはん。ロイドごはんの時間が来ました。はい、今回は東京都で中野駅の前まで来てるんですけども、さっきホームから見えました立ち食いそば屋さん、あちらですね。今から行ってみようと思うんですけど、多分雰囲気的に店内であまりいろいろゆっくり取れる感じでもないので、ちょっとね今日はパパパッと行って食べた後でちょっと街を歩きながらリポしようと思います。それでは行ってみましょう。田舎そば大盛りでお願いします。大盛り、はい、大盛り、はい、
はい、というわけでいただいてきました立ち食いそばの笠井さん。もう本当に駅のホームからでも見える距離にあるお店で、もう、まあ、ザ立ち食いそばって感じですね。本当雰囲気も含めて、であのちょっとビニールシートが被ってたんで、田舎そばって言ったつもりがタヌキでオーダー通ってまして、タヌキの大盛りいただきましたが、まあ結果オーライ美味しかったんで結果オーライかなって感じです。そしてこちらおそばは結構ね、立ち食いそばにしてはこう太めの麺そばですね。で長い、今日自分ね、結構一発ではほとんど一発ですすれなかったですね。そのぐらい長かったです。でおつゆは優しめのおつゆで、これたまたま今日は注文がね通らなくてたぬきそばになりましたけど、これ結果的にはこのたぬきそばの天かすですかね、あれがほどけておつゆに馴染んでくるんで、適度にその優しいお出汁になんてこってり感というかも出てうまかったです。で竹状に生姜があるんですけども、これはお店のルールで基本大体小さじ2杯くらいということで、これを加えるとさらに美味しくなりました。なんかやっぱり何といってもここはいわゆるこう立ち食いそばって今ねもう綺麗なお店も多いですけど、本当に立地といいお店の雰囲気といい、なんかいろんな感じがみんなねもう無言でバッと食べてバッと帰るっていうのがもうザ立ち食いだなっていう。もしかしたらこういうお店もねちょっとまあラーメン屋もまあ、昔と違ってね、今こうすごく洗練されたお店が多いように立ち食いそばもどんどん綺麗になっていって、もうこういうお店が年々また貴重になってくるのかななんて思いながらいただいてきました。本当に中野の駅出てね一本かかんない立地なんで、もしよかったら行ってみてください。はい、というわけでした。ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた。